どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は塗って打って矢倉を管理、トラストの矢倉を後付け解説となります。視聴者さんの方から後付け解説などを見てみたいという要望をいただきましたので、僕の試合中の思考を解説していきたいなと思います。ただ解説だけだと足りない部分っていうのはどうしても出てきますので、まあプレイ中の思考に加えてプレイ前の意識ですね、このあたりなども話していきたいと思います。プレイの前の意識とか優先度とかによっては試合中の考えが変わってくるので、このあたりは大事なところかなと思いますね。まあ、試合中の思考のブレっていうところになりますからね。で、今回後付け解説するルールはガチヤグラになります。一部のデスの仕方以外は基本を抑えた試合になっているかなと思います。また打開と防衛のシーンもありますので、最後まで見てもらえると嬉しいなというところです。今後も動画を更新していきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まず解説の前に話しておきたいのは、矢倉のルールで意識していることです。矢倉に関してはルートが決まっている分、防衛と攻めがしやすいルールだと言えます。ルートを理解していれば自然と立ち位置が決まりやすいルールなんですよね。逆を言えば抑えやすいとも言えます。ですが負けている側は逆転を狙うときに矢倉を戻す必要があるため、時間がかかるルールでもあります。アサリやホコのように一気にカウントを取りに行くのが難しいんですよね。なのでワンミスが意外と響きやすいなと思います。また矢倉に乗っている側はスペシャルが溜まりやすいので、負けている側が打開が難しいっていうのもあります。この点を押さえるとルール自体はキルを取らないとかなり辛い展開になりやすいなと思いますね。ではトラストではどういったことを意識したら有利に動けるのでしょうか。まあ、トラストの役割というのを考えた時なんですが、矢倉の確保とルートの確保が優先されると思います。まず矢倉の確保ですが、正しくは矢倉周りの確保をすることだと思います。乗ることではないです。矢倉付近には基本的に前衛が多く待ち伏せています。これを処理しない限りはいくら乗っても矢倉は進めないっていうのがありますね。なので矢倉を挟んで敵をしっかり見つけて攻撃することが重要になってきます。矢倉乗りの意識は低いっていうわけではなく、チャンスをしっかり見極めて乗るという感じです。続いてはルートの確保です。ルートに関しては関門付近にいる敵の邪魔が大事になります。ただ関門は敵の位置が高かったり壁があったりと、矢倉の上にいると的になりやすいので対処が難しくなっていきます。そこで大事になるのが立ち位置とスペシャルですね。立ち位置に関しては関門周りに潜んでいる敵に攻撃を必ずします。そういった距離感の場所を探すということです。これだけで顔が立ちづらくなりますので、相手は動きづらくなります。続いてはスペシャルを必ず使うことです。これにより強制的に場所を移動させます。この行動をすることにより一時的に関門付近を抑えることが可能となりますので、試合を有利に進めれると思います。では僕が矢倉全体で意識していることをお伝えできたかなと思いますので、後付け解説をしていきたいと思います。それでは後付け解説の方をしていきたいと思います。まあ、この辺りはね見ながらやっていきたいと思いますが、まずはこんな感じの編成でしたね。距離が近いこともあり均衡状態になりやすいので、スペシャルを貯めて味方の攻撃を援護しています。ここで溜め切ることが大事なんですが、前衛が思ったよりも出てなかったので、急遽ポジ取りに変更してます。この辺りは臨機応変ですね。ゴムが見えず前に出たところでですという感じです。足元濡れてるので不用意すぎたところですね。あ、左下に投げられたの見えてなかったんでちょっと大変ですね。中央の確保をしたいので足場を塗りつつスペで応戦しています。
我慢の時間なので、とにかく手数で押すという意識ですね。ここは早めに逃げるべきだったなというところです。防衛失敗したのでマップ確認をしています。まあ右タカが塗られていたので潜伏警戒をしているところですね。一瞬相手が見えるのでここでポイズン投げます。前に冷たいなっていうところなんですが、間合いをしっかり意識して矢倉に牽制をしています。あとは味方のカバーを優先ですね。カウントがかなり進んだのでスペダメと足場を整えながら中央に戻ります。矢倉乗りはスペ増加の恩恵も受けるので大事なところですね。この影響もあり全員スペが溜まります。マヒマヒは矢倉上が高めなので見渡すためにも乗りたいなっていうところです。相手のメガホンは事故になるかもなのでしっかり避けて矢倉周りを確認します。一旦距離を置くのは大事ですね。矢倉に乗りたいが、視界が悪いので乗るときに事故る可能性があったので矢倉前に爆発矢を置いて今様子を見ています。人数不利なんですが味方が前にできる状態なのでカウントを進めることを選択してます。ちょっとゴリ押しのシーンですね。中央が塗り替えされていたので打開に備えてスペを貯める準備をしています。カウントを測っているのでしっかりとスペを使うのは意識してますね。焦って前に出てもデスの原因になるのでここは粘って倒したいところというところになります。マヒマヒはマップ自体が狭いので中央はしっかり塗り替えして足場を確保するというのを大事にしてます。で、このついでにしっかりと相手に圧を与えるっていうのも大事ですね。なので、時々、強射程で撃ってるのはそういったところです。荷落ちしたので、早めの撤退をしてます。スペシャルも減らしたくないので、逃げる一択ですね。残り時間的にもちょっと避けたいところです。まあ、足場を整えてると、逃げるのがスムーズなんですよね。ナイス生とかも避けれてます。マップを見たのは中央の塗りの状況の確認のためです。敵の位置把握というよりも塗りの状況ですね。地道な塗りをしておくとこういった時にスペを使える機会が増えるので生存しながら手数を落とさないようにしています。手数イコール倒すっていうのもありますが塗りをするっていうのもあります。人数振りでメガホンが溜まったのでクレアリングを兼ねて発動してます。足場を整えていたのもあったけどなんとかキルは取れてます。残り時間30秒切ってるのでスペを貯めて相手の打開阻止の準備をします。ポイズンを使ってポジションに圧です。自分が余裕があるときは必ず残り時間を見るようにするといいかと思います。ナイス玉はメガホンで破壊可能なので早めの対策でメインも当てておくことが大事です。ここはもう意地でも壊したかったのでメインも打ってたっていう感じです。はい、ということでこれで試合は終了となります。この試合中に特に考えていたことというか意識していたことがあります。それは塗りとスペシャルです。まあ、マヒマヒというマップ自体が狭いので、試合の展開がとても早くなりがちだなっていうのがあります。なので、ですすると一気に足場の状況が変わります。もちろんカウントの進みも早いですね。で、後衛のポジションが辛くなるということもありますが、何より前衛が全く動けなくなる。なので、足場を整えることを意識していました。これだけでもチームの攻撃が通りやすくなりますし、後衛も動きやすくなります。
中央さえ取れれば矢倉に乗らなくても確保ができているようなものなので、意外と大事なことかなと思いますね。あと塗りと合わせて意識していたのがスペシャルの回転率です。この試合では8回ほどだったかな、打っていますね。でこの数値は実は目標にしていた数値です。できれば10回ぐらいで、メインだけを5分間当て続けるっていうのはやっぱ至難の技だと思うんですよね。なのでよりキルの圧を上げるっていうところではスペシャルを回すっていうことを優先してます。これにより敵が動きづらくなりますし、メインの攻撃も狙いやすくなるので意外と重要なんですよね。索敵ができるのでめちゃくちゃ楽です。また防衛のターンでは矢倉周りを一気に邪魔できますし、矢倉周りの確保の合図にもなるので必ず使用をすることを意識してました。この2点を主に意識してましたが、試合を通して見てみるとかなり忙しいですね。これくらい忙しい方がスペシャルもたまりますし、味方への貢献もできるかなと正直思います。はい、ということで今回はここまでとなります。塗って打って矢倉を管理、トラストの矢倉を後付け解説はいかがでしたでしょうか。矢倉ってスペシャルを回すことができればとても相性がいいルールだと思うんですよね。ただスペシャルを回すためには塗りをしないといけないし、デスを抑えるということも必要だと思います。塗るためにもしっかり整えて次の展開に備えれるといいのではと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。